ソフトバンクホークスの節田氏です。摂津さんって選手時代って寡黙なイメージがあったんですよ。摂津さんでラジオか、摂津さん次ラジオって何回も本当に聞き直しました。こんな言い方したらあれかもしれないですけど、回転が速いです。頭の回転が速い。1言えばもう10理解してもらえるような、頭がいいからこそやっぱ大投手だったんだろうなっていうのは、そこはもうイコールで納得できる言葉。週1行けるか行けないかぐらいですかね。月で3回、4回ぐらいですかね。現役時代も。そうですね、オフにたまに行ったりとかはしてましたけど、本当にここまでこんだけ来るのはもう本当にやめてからです多くなりましたね。なんか今釣りをこういう風に楽しんでるのかな。なんでしょう、とりあえずやったことないことにどんどん挑戦してるというか、それこそ釣りの大会に出てみたりとかしてますね。今までそんなこと絶対できなかったんで、そういうのも。うわ、来たー、ごめんなさい。どうぞどうぞ。そういうのもね、今だったら。そうですね、もう全然気にせずできるんで、もうなんか簡単な感じですね。市販のなんかこうイカのなんていうんですか、仕掛けに糸を結んで、あとはその針をつけるだけ本当に簡単です。これって全部もう、はい、そうそう、揃えたんですよ。はい、全部揃えて、レンタル料1万円です。だから高いんですよ。ようやくポイントに着きました。まあ、すっかりもう夕暮れ時を迎えて、まあ、夏なんですが、ね、涼しい風が吹いてますね。ね、やっぱりこれがイカの夜滝の釣りの気持ちよさで、うん、ね、ここ涼しいでしょ。もう夏だけど気持ち快適にこう釣りができる。気持ちいいですよね。そして毎度のことなんですが、僕の仕掛けまでしっかりと作ってくれるというこの優しさ。そうそう、バファリンだから半分ですね、優しさ半分。優しさ半分で、来た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 、来ました。まず先に釣ったのは魂。振ってこう重くなった、うん、着地して止めてた。いやー、そしてこの竿の先がぐーっと手元に曲がっていますが、これ今イカ得意なんですか。これ、うん、これかのようにグググって感じじゃないですね、うん、もうグーと重い感じ。さあ、ただ、あー、綺麗な薄ピンク色のイカが来ました。サイズ的にどうですか。これ大きいよ。いいサイズ。うわー、いや綺麗だな。これはこれ、ヤリイカ。ヤリイカ、うわー、いいですね。これ30杯いけそうですか。30杯、いや厳しいかな。釣れてる色は何でしょう。今日は赤と赤黒の色とあと黄色かな。黄色が釣れてる。あー、そうですね、やっぱりもともとたまったら結構何でも掘ってのめり込む。すごい大きい。待った、地球じゃないでしょ。うわー、来た、なんとミオシ。うわ、
うことでしょう。でかい今の足が切れちゃったね。やっぱタモ入れないとダメ。あれそうでもない。野球から完全に離れてるわけじゃない。そうですね、ただずっと釣りしてるわけじゃないんでちゃんとあの野球の解説もポツポツ入ってますし、結構試合もねやっぱり家で見ますしね、なるべくその野球の情報は常に把握するようにはします。節さんが指導者としてグラウンドに戻る日が来るのはちょっと気になるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもねそのまだ辞めてね1年も経ってませんし、まあ、今はこうやってね、いろんなことをやって楽しんでるんで、野球もね外から見て、またこう違う一面も見れますしね。だからまあそうですね、タイミングがあればっていう感じですかね。